でも、毎日の積み重ねだよね。痩せるにしても。そう、毎日の積み重ねなんだよ。結局は。結局はそうなの。うん、痩せるにも何もさ。結局はそうなの。はい。痩せるって言っても、ね、今日頑張らないものに、明日の痩せることはない。ダイエットってそういうことだから。あ、ティッシャーです。ダイエットってのは、今日頑張るものに、明日があるんで。まあ今日なんだかんだね。まあそれは分かってるんですけど。なんだかんだ、ここ3日連続でやってるからね。なんだかんだ、ここ連続1ヶ月は、1ヶ月じゃない、3日はとりあえずできてるんで。3日はできてるから。まあ最低でも1ヶ月はやりたいかなっていうのはね。最低でも。まあてかまあ目標的には55キロになるまで期間をあんまこう、期間の目標、1ヶ月やろうとかっていう目標よりも55キロになるまでやるっていうのがまあ一番いいのかなと思うんだけど。リンゴ、ゆで卵、キャベツだけダイエットって本当に痩せるのか検証してほしい。ああ、あれらしいよ。キャベツは多分ガチで痩せると思う。で、リンゴは知らんけど。ゆで卵ダイエットに対してね、で、ググってみたんですよ。あ、ふわティッシュだもん。そしたらね、ゆで卵って結構カロリー入れてそんなに、あれらしいんだよ。そんなに低くないです。ゆで卵の普通のサイズの1個あたり確か75キロカロリーぐらいあって。だからそれ結構、あれさ、食おうと思えば何個も食えちゃうじゃん。だ結構あれ、ね、でも腹持ちがいいから、そう。あれ結構生卵って、生卵じゃない、ゆで卵って腹持ちがいいから、カロリーの割には結構腹が持ちやすいとか、そういうことなんだよ。でも結局たくさん食べちゃったらカロリー結構あるから、そう。カロリー代は実は結構あるみたいで。まあ卵ってだってそんなカロリー低いイメージあんまないからね。ただ腹持ちがいいからっていう理由のなのと、あとね、卵に入っているその成分の、なんだっけな、ビタミン B だかなんだか忘れたけど、なんかの成分が、痩せるような性質を持ってるものが入ってるらしい、ゆで卵の中に。まあ、ゆで卵というか卵の中になのかわかんないけど、なんだっけな、その成分を摂取すると人間って、脂肪を分解するんだか、脂肪の吸収を抑えるんだかなんだかわかんない。代謝が良くなるんだかなんだか忘れたけど、とにかくなんかその痩せるような成分、が入ってるらしいの、その卵の中に。だから、痩せる成分が入ってるのと、プラス、腹持ちがいいっていうんで、一回食べたらそんなに次食べにくくなるから。っていう理由で、カロリーがある程度、そんな別に低くなくても、ある程度高くても、痩せるって言われてるらしいんで。ググったんですよ、一応。ね、ゆで卵ダイエットで。まあ、ググれば出てくるから。なんからしいよ。黒酢はどうした？黒酢飲んでない。黒酢の今飲みましょうか。ちょっとこれ、洗ってくるか、これ。いてててててて、足がね、ちょっと若干だけど痛いんだよ。若干筋肉痛になってるからね。いてててててて。よいしょ。よし、じゃあ、黒酢でも飲みましょうか、黒酢でもね。あ、いてててててて。痛い。黒酢。
前にも言ったけど、刑務所に入るのが一番安いで簡単に痩せる。うるせえよ。そんなの無理だろ。そんなね、ダイエットするために刑務所入るとかアホだろ、マジで。でも中にはとんでもないアホいるからね。刑務所生活したくて、わざと犯罪したみたいなやついるじゃん。なんか。でもまあ、それ本当に言ってるんかわかんないけどさ。本気で言ってんのか知らないけど。刑務所生活が忘れないで、なんか、窃盗がなんかやりましたとかって言ってるやついいんだけど。本当かよ、みたいな。あと、世界仰天ニュースで昔やってたのが、その、逃亡の脱走のなんかスリルを味わいたくてわざと捕まるみたいなやってるやつとかいたけど。本当かよ、みたいな。うん、本気で言ってんの、それ、みたいな。刑務所生活とか一回やってみたいけどね。別に犯罪を犯さないけど。なんかさ、刑務所に入ってる子、なんか、なんかその刑務所を描いた映画とかあるじゃん。うん。ああいうの見てると、漫画とか。なんか意外とご飯とか美味しそうに見える。まあ絶対まずいんだろうけど。絶対まずいんだろうけど。一日だけ入ってみたいな。一日体験したいなってのはちょっとだけあるけど。うん。なんか、飯とかさ、絶対あんなの美味しくないんだろうけど。なんか、見るとうまそうに見えない？なんか、映画とかでたまにあるじゃん、それ。うん。よいしょ。新幹線で2人殺したやつは無期懲役狙いでやったらしい。無期懲役刑こそ人の生きる一番の幸せだと発言。マジかよ。でもさ、新幹線で2人殺したら無期懲役どころか死刑になる可能性もあるわけで、そんなリスクを背負ってまで刑務所生活したいなと思います。まあ、刑務所の中で暮らしたいっていう人なんか、まあ、いろいろ理由があったりするらしいけどね。中には、ほら、こう、生活がままならないから、とりあえず飯だけ食えるし、だから刑務所入りたいって人もいるらしいんですよ。で、中にはほら、なんかそういうちょっとやばいようなことやってて、で、それでなんか、まあ、しくっちゃって、で、なんかそういうちょっと闇の組織みたいなのに追われてるから、だからこう、地上にいると、その組織にいつ殺されるかわかんないから、刑務所の中にいれば安全だから、だから刑務所に入りたいって人もいるらしいよ。うん、まあ、いろんな理由で、なんかね、あるらしいけど。そう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 。じゃあこれ飲んでいきたいと思います。いきますよ。くぅ、聞く。あ、ふわティッシュどうも。もう痩せる要素しかないからね。こう酢を飲むとね、痩せるらしいんだよ。酢を飲んでます。運動してます。あと飲み物はこうね、黒ウーロンとかヘルシアしか飲んでません。まああと水も飲むけど。で、食べ物も、気をつけて野菜とか食ってます。もう痩せる要素しかない。もうこれで痩せなかったら世の中にダイエットっていうね、言葉は存在しないってぐらい、ダイエット今してるから。美味しい。いや別に美味しいわけではないけど。飲みやすいですけど。酢にしてよ。まあ、結構、飲みやすいは飲みやすいですけど。うん。うん。うん。ああ。いや、これは安いでしょ。今までは、食べ物しかなかったけど。うん。今までは食事制限しかなかったけど、今度食事制限以外のものをね、こう取り入れてるんで、ちゃんとダイエットの中に。うん。これは痩せるですよ。マジで。あー、ユキサレス、タクサレス、ユキサレンチャレス、フワシティ。あざっす。あざっす。はい、そうだね。本当に。よいしょ。あー。
いや、でも今日も頑張ったな。縄跳びね。いや、でもルーティンって大事だよね。なんかこのルー、最近結構ルーティンって言葉が流行ってる気がするけど。そういうことなんですよ。大事なのは続けることなんですよ。継続は力なりってことですよ。あ、ゆきさん、あれさ、美容室行ってきます。あ、行ってらっしゃい。いやダイエット終わったら髪なんとかすると仕事探したりしないと思って。俺に仕事を働けると思います？でもね、もう正直ね、もう最近ね、投げ銭がね、本当に減ってるから、ちょっとね、危機かなとは思ってる。マジでね、最近、まあ2ヶ月前ぐらいがね、逆に来すぎたっていう考えももちろんあるんだけど、結構一気に減ったからね、やっぱり。けど続かないんだよね。それ、なんかさ、1ヶ月ドカって稼げる月があったりすることあるんだけど、なんか長年やってると。結局続かないんだよね。あ、ティッシュどうも。マジで不安定だから。一気に投げ銭も減ってるからね。やばいよな。もう投げ銭来ないとかってほとんど稼げないからね、こんなのね。あ、ティッシュは出したい。あらす。そうなんすよ。ちょっとやべえなっていうのはある。しかも一応今イベント参加してて、こんな感じじゃないですか。まあもちろんね、全然来てるんだけど、お金、それなりにね。でもイベント参加してる時って正直結構飛んだりもするじゃん。だからそれでイベント参加した状態でこの飛びだと、イベント参加しない時どんだけ減るんだよって考えると、結構ね、危機感はあるよ、本当に。マジで。いや、結局本当に投げる人いるかいないかだから、この世界って。そういう危機感しかない。マジで。まあ俺も早くね、金貯めてね、税金もちゃんと全部完済してね、早く YouTube 行きたいよ、もうこんな。投げる人がいるかいないかのこんなね、ゴミみたいな小さな世界で。やってても将来絶対安定、まあ将来とか絶対ないから。ほんと早いとこ金貯めてね、金稼いで。税金も完済してから。やりたいっすよ。YouTube とか。絶対こんなん一生食っていけないから。あと、こんなとこでいくらやったって有名にもなれんしね。こんなとこでいくら頑張ったって、有名になんかなれないし、世間では無名なままだからさ。そんなんじゃ一生考え、一生ってか生涯を見据えたら、絶対食っていけないから、一生なんて。で、俺にはもう配信しかないわけだからさ。配信で食うってなったら、もうふわっちじゃ絶対一生食っていけないから。ウーバーイーツはチップ制、あ、知ってるそれ。知ってる。なんかその、宅配のチップ制みたいな知ってます。あ、ティッシュどうも。アドセンス行って、アドセンス変えてるの YouTube 行って稼ぐの。いや、だから、まあ言うてもその、多分登録者数とかが、やっぱチャンネル登録者数が増えれば、Google もさすがに復活させてくれると思うんだよね。で、アドセンス以外にその直の案件とかも来る可能性もね、一応、まあ、そこまでは相当人気にならないとダメだと思うけど。まあ、普通に多分、だってアドセンス側なんて、Google 側だって、広告主守るために、もう適当にね、適当な対応なんか一人一人対応できないからってやってるのはもう分かってると思うから、やっぱ人気者になれば、多少のチャンネル登録者数増えれば、そこは解除すると思うんだよ、普通に考えて。あ、フワティッシュどうも。そこに関しては、そんなね、一生、じゃあ極端な話、俺が、まあ、例えばチャンネル登録者100万とか言って、駆られたままにすると、もうそれはないと思うんだよね。まあ、ただその100万行く過程で収入が一切ないのはきついけどさ、動画にも金使わないとだし。でもその前に多分解除はされると思うんだよね。ある程度のチャンネル登録者数や再生数さえいけば。多分おそらく、イラッとくんだよな、こういうなんかコメント見ると、多分とかおそらくとかうんとかさ。
もう死ねよ、もういい加減、マジで。こういうやつ、多分とか、おそらくとか。だって、俺が Google 側の人間じゃないんだから、そんな、断定してるがおかしいんだよ。もう死ねやもん、こういうコメントするやつ、マジで。いちいちイライラすんで、こういうの。合ってるでしょ。俺の予想でしかないんだから、多分、おそらくってのは合ってるんだよ。なんで俺が、じゃあ俺が Google 側の決めてる人間じゃないのに、断定する方がおかしいやろ。いちいちイライラすんだよね、こういうコメント。そう。もう合ってるやん。日本語の使い方、適切やん。分かってない、どんだけ分かってないんだよ。頭悪いのお前らだからね、そう言ってる。言葉選びをできてないのお前らだから。お前らがおかしいのに、俺がおかしい風、お前らのその価値観を押し付けて、俺がおかしい風に見せんなよ、アホが、ゴミが。てめえらのが間違ってんだよ。適切に使ってるやん、言葉。アホか、マジで。てめえらの間違ってる感覚を押し付けんな、アホが。アホみたいだもん。あ、ティッシャー出す。いや、そうでしょ、だって。俺、言葉めちゃめちゃ適切に使ってんだけど。なんで俺が Google 側のさ、ね、そう運営してる側の人間じゃない。つまり、経営方針とか何も知らないのに。言い切る方がおかしいじゃん、そんな。そうでしょ。でもまあ、普通にさ、世の中のね、その Google 側のなんかやってることとか、世の中のなんか感じとか、なんとなくの予想でわかるやん、その予想とかは。だからおそらく僕の、おそらく、つまり俺の、だから見解ってことだよね。俺の見解ではっていうこと。おそらく多分っての。その見解ってのをおそらくとか多分っていうものに、言葉に置き換えてるだけで、言ってるだけで。いちいちうるせんだよね、マジで。めんどくせえ。めちゃめちゃ言葉適切に使ってんのにさ。マジで、なんで当選した？いや、なんかツイッターのやつ。ツイッターのやつですね。なんかツイッターで応募もしてないものがなんか当選しましたって来たの。本当にもらえるのかわかんないけど。本当しょうもないよね。例えばさ、世の中の報道とかあるじゃないですか。世の中の報道とかはさ、結構さ、なんだろう。ね？本当は事実と異なる行動をしてしまったのに、ね？で、その後からそれが誤報だと気づいても修正しないようなね、そういう報道機関もあるわけじゃん。ああいうの見ててイライラしない？でもそれでもさ、多分とかおそらくとか、つまりは見解ではという、そういうものを一言付け加えておくだけで、それも軽減されるわけじゃん。そうでしょ？おそらくとか多分とか、言い切らないことによって仮に誤報を流してしまっても、ね？まあそれは見解です。おそらくって言いましたよねって。そういう逃げ道ができるわけ。そうでしょ。こんなの真実かどうか知らないのに、ちゃんとした裏取れてないのに、言い切る方がおかしいんだよ。報道機関なんてそうじゃん。言い切っちゃって、で、その後それが誤報だと分かっても、世間に指摘されることもあるけど、それでもなんか自分たちに都合の悪いことめんどくさいし、そんなのなんかいちいち修正して報道しないみたいな。そんなん見てて、ムカつかないですか？ああいうの見てて。で、俺はそういう風にやりたくないから、最初からね、おそらくとか多分とかっていうものを使ってるんですよ。あくまで俺のね、見解ですよっていう。その見解ってことは置き換えてるだけよ。言葉を。多分とか。そういうものに言い換えてるだけ。あ、ふわティッシュどうも。ねえ。ほんとに。しょうもない。あ、ティッシュは出して。